65歳以上の高齢者から進められてきた新型コロナワクチン接種。府ではワクチンの十分な供給が見込まれたことから、16歳から64歳の区民の皆さんへの接種を順次開始することを決定しました。16歳から64歳の区民の皆さんへのワクチン接種に必要な接種券、クーポンと予診票などが入った個別通知は6月15日火曜日に発送します。接種券、クーポンは切り離さずにそのまま保管し、接種の際会場にお持ちください。予診票は事前に記入してください。持病やアレルギーがあるなど、接種にあたり気になる点がある方は事前にかかりつけ医にご相談ください。16歳から64歳の区民の皆さんについては、対象と日にちを区切って予約を受け付けます。6月28日月曜日から高齢者・障害者施設などの従事者、6月29日火曜日から7月4日日曜日は基礎疾患を有する方が対象で、年齢別に受け付けます。6月29日火曜日は55歳以上の方、30日水曜日は45歳以上の方、7月1日木曜日は35歳以上の方、2日金曜日から4日日曜日は年齢制限なしです。基礎疾患の詳細は区ホームページでご確認ください。7月5日月曜日から基礎疾患の有無に関係なく、60歳から64歳の方が対象です。それ以外の方は今後の状況を踏まえて予約開始日を決定します。ワクチン接種は集団接種、個別接種の両輪体制で実施します。集団接種の会場はスポーツ会館など区内6カ所のスポーツセンター、個別接種は区内およそ180カ所の医療機関です。集団接種の予約は予約専用ホームページで、または区のコールセンターに電話で予約してください。個別接種については医療機関によって、1、予約専用ホームページで、または区のコールセンターに電話で予約、2、各医療機関へ直接電話、窓口で受付、また医療機関のホームページなどで予約の2種類に分かれます。各医療機関がどの予約方法であるかは、区のホームページに掲載の医療機関一覧、または区報5月21日号に掲載の医療機関一覧でご確認ください。区が行うワクチン接種については、江東区新型コロナワクチン接種コールセンターまでお問い合わせください。区では集団接種、個別接種について予約の仕方や注意点など、ワクチン接種の情報を区のホームページに掲載しています。ぜひご活用ください。